はい、アニマルハウスへようこそ。園長のゆうきです。はい、というわけで本日はですね、ここに今いると思うんですけれども、チップちゃん久々の登場かな。そうね。ね、まあ、今が秋ということなので、この時期だと結構木の実とかが落ちてると思うんですよ。なのでリスちゃんといえば木の実を食べるイメージがあるので、実際に拾ってチップちゃんにプレゼントしたいなと思います。これからね、あげたいと思うんですけれども、食べてくれるかどうかだよね。毎回こういう企画するときそう思わない？先ほどですね、すでにもう木の実を拾いに行ってるので、そちらの映像をご覧ください。あれじゃない？どんぐりの木。あ、これっぽいね。え、あるかな。ある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 わ。結構落ちてるわ。この木かなと思って近寄ったんですよ今。そしたら下にどんぐり落ちてました。ほら見て、じゃん。子供の頃でさえあんまりさ、木の実拾いみたいなことしたことないよね。俺あるんだよ。え、あんの？あるんだ。なんかね、小学校の時の校外学習で行った気がする。え、木の実拾い？よく拾ってた俺。そうなの？うん。どんぐりって22種類ぐらいあるみたいなんですけど、まあ、その中でも人間が甘くて美味しいって食べれるのが 5,6 種類なんだよね多分ね。その中でもマテバシっていう種類が甘くて美味しいみたい。それよりも甘いのがスダージーっていうやつがあるみたいなんだけど、それはなんか見つけるの難しいんだよね。あ、そうそうそう、比較的甘いマテバシっていうのを探してたら、おそらくこれだよね多分ね。これ、うん、俺らがこの葉っぱを見るにマテバシの葉っぱかなと思って今これを。とりあえずその探してた種類が見つかったってことだよね。そう、だから何個か拾っていきたいと思います。こんなにさ、大量に落ちてると思わなかったわ。思わないよね。ね、都合良すぎじゃない？めっちゃ都合いい。これガチで都合いい。だってあるかどうかも不安できたからね。そうそう。そう。すぐ木を発見してさ、下見たら落ちてるっていう。あったみたいな。もうすでにかなり重たいよ。立派。水につけて浮かんできちゃうやつはダメだから、少し多めに取ってって、うんうん、の方がいいよね。虫に食われてたらあげれないから。そうだね。これから拾いたいと思います。はい、拾い終わりました。こんだけ拾いましたよ。結構取ったよね。取ったね。うん。あと木の実で落ちてるのは松ぼっくりぐらいかな。松ぼっくりありそうだね。うん。くるみはくるみ。くるみってあんま欲しいけどなさそうだよね。見ないよね。見ない。あんな大きい木の実が落ちてるところ。だから今日はどんぐりと松ぼっくりを拾ってチップにプレゼントしたいと思います。赤くて綺麗な実がなってる。こういうの見ると秋っぽいよね。うん、うん、七かまど似てる。七かまど知ってる？知らない。なんか千とか万とかつくような実は知ってるよ。千千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 樹とか万樹みたいな、そういう。なんだっけ。いや、樹じゃないな。なんか千とかさ、マンがつく実があるんだよ。いい写真が撮れそう。今は動画だけど、今調べたらこれ黒金持ちっていうみたい。編集技術でさ、これ音とさ、カメラのやつつくの、パシャって。つくよ。秋の一枚パシャ。こういう感じなんだよ。俺が何か言ってももう無視するから、リクは。はい、決定的瞬間がビデオに収められました。ここ絶対使うから。今調べたらこれ黒金持ちっていうみたい。編集技術でさ、これ音とさ、カメラのやつつくの、パシャって。つくよ。いつもこうなんですよ皆さん。これで口喧嘩になるか。決定的瞬間集中してるんだよ俺今。こうやってパシャっていう。もう松の木があって、下にね、松ぼっくりあるんですよ。ほら結構あるわ。ほらやったね、松ぼっくり。なんかいっぱいあるね。いっぱいある。松ぼっくりでテンション上がるとか久々なんだけど。はい、
というわけで木の実拾いの映像を見てもらいましたが、もうちょっとね時間かかるかなと思ったんですよ、探すのに。わりかしすんなり拾えたよね。うん、うん、おかげさまで。よかったですどうなることかと思ったからね。うん、もう探すだけでさ、うん、半日とかかかったら嫌だなと思ったのよ。そう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 、でも数時間ぐらいでね、そうそう拾えたので、実際に拾ってきたものがこちらです。じゃあで、この松ぼっくりもどんぐりももう洗ってあって、どんぐりはね水に浮いちゃったものは処分して、ちゃんと沈んで身がしっかりしてるものだけがこちらですね。松ぼっくりも綺麗に洗って乾燥させたものがこちらですね。ちょっとね傘がね閉じちゃったんだけど、乾燥したものがこちらですね。じゃあ早速あげたいと思います。食べてくれたらいいね。だってそれ食べてくれなかったら企画になんないよ本当だよ。あ、そうそう、あのさ、だから松ぼっくりをリスちゃんにあげるとエビフライになるって知ってる？いや知らない。そうなの？そうなの。見事にエビフライになるの。あ、食べられて身がなくなって、うん、あれか、あれでしょ？見た目がちょっとエビフライっぽくなる。あれでしょ？今 何言いたいかわかる？わからん。あのあれ、なんだっけ？何？あれあれ。もういいよ。黄色いやつなんだっけあれ？は？あれでしょ？あのあれ、あれあれ。黄色いやつ、あのあれよ。アメリカでいっぱい作られてるやつなんだっけ、あれ、あれか、あれでしょ、あれあれ。松ぼっくりエビフライを見たくて、どうしても、だから松ぼっくりは取ってきたの。やってほしいなさあチップ、どうだ、あるよ。ないのかな、滑っちゃってるよね。食べれてる。チップ食べれてんのかな。どうなの。ちょっと硬そうだよね。硬そうだよね。滑っちゃってね。うん。頑張って食べてはいるけど、ちょっと半分で切ってくるわ。うん。うん。あ、でも結構ガリガリいってんね。ほら、結構ガリガリやってるよね。食べづらそうだから切ってきたわ。チップさん、これだったら食べやすいでしょう。これいいでしょ、これ。いいじゃん、めっちゃ。
一応チップが甘くてね、食べやすいの拾ってきたつもりなんだけど、辛のやつやってる。フライやって、やらないか、食べないじゃん全然、ね、これさ、どんぐりがなかったらさ、まずぼっくり食べるのかもね。チップの余り食べてみる。いる？うん。うん。甘いわ。あ、そう。渋いのが結構あるって書いてあったからさ。あ、そうなの。うん。やっぱ美味しいじゃん。うん。いける。これどんぐり食べたの初めてかも。あ、そう。え、食べたことあるの？あるよ。え？ちっちゃい頃にあるよ。あ、そうなんだ。よく拾ってたもん。甘っ。はい、というわけでチップちゃん、どんぐりちょっと硬そうだったけど食べてくれてよかったです。はい、ねえチップちゃん、美味しかったでしょか。松ぼっくりはね、あんまり興味なさそうでしたね。めっちゃいい感じじゃない？待って、え、嘘、めっちゃエビフライじゃない？伝わるかな、若干さ、不格好だけどさ、エビフライだよね、みんな。え、これどうなの？すごいよ、ありがとう。チップの代わりにありがとう。これは嬉しいよ、マジで嬉しい。チンチラでも作れるんだ、エビフライ。はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の来園もお待ちしております。
バイバーイ。消えない過去も見えない未来も今を変えられるのは今なんだ。もしも見えない壁にぶち当たって離れ離れになっても会えない時間もそれもきっとこれから先に繋がってるんだ。ありきたりな言葉は苦手だからまあ永遠に進もう。チクちゃんもうね今ここにいるわ。え？そのほらわかる？寝てない？お休みになってる？お休みになってるわ。